阿蘇の素晴らしさの習得や阿蘇についての知識を得て観光客に魅力を伝えてもらおうと、第1回阿蘇まるごと検定が平成20年2月3日東海大学阿蘇キャンパスで行われました。県内初の地域検定となった阿蘇まるごと検定に、遠くは大阪、広島など県内外から応募した361名が検定試験に挑みました。この検定には腕試しと今後の活動に役立てようと、内の巻案内人協会のメンバーも参加しました。内の巻案内人協会では、自分たちの勉強のために阿蘇検定を受けることにしました。私たちは日頃から内の巻案内しておりますけれども、やはり阿蘇のこと全体を、イメージしてお客様来られますので、内の巻の話だけではなく、阿蘇そのものですね、いろんなところを含めて阿蘇なんだと、その中の一部が内の巻という捉え方で、やはりいろんなことを知ってなきゃいけないんじゃないかということで、時々町内を歩きながら、阿蘇山が見えた時は阿蘇山のお話、大観望が見えた時は大観望の話、そういったことで活用させてもらってます。それをもう少し南阿蘇小国まで、阿蘇という形で捉えて、それを内の巻の案内に生かせたらと思って、今回みんなで受験することにしました。問題は県内の阿蘇に関する専門家5名により作成された全50問で、歴史や文化、地名などの幅広い問いに5者択一で回答する形式、1問2点の100点満点中70点以上で合格、合格者には認定証が贈られます。やっぱ分からんところがあるね。楽しいっていうかな、知らんところがいくつかあったから。結果発表は2月22日に阿蘇地域振興局ホームページなどで発表します。はい、今回は、試験が1回目ということで、おそらく案内人協会はみんな合格してると思いますので、合格してないにしましても、それを生かして頑張りたいと思いますので、皆さん内の巻に来てください。試験はすごく面白かったです。まず試験勉強がすごく楽しくて、勉強する甲斐があるなっていうぐらいに、自分でまたのめり込んで本を読んでました。まるごと検定を受けて、すごいいろんな知識を身につけたことをですね、また案内に来られたお客様に広く広げていければと思っております。ぜひ皆さん遊びに来てください。お待ちしてます。